ちらになります。はい、ってことでね、今日東映撮影所に来ております。ちょっとね、声の仕事がありまして東映撮影所に来ております。あ、ありがとうございます。どうですか、調子は。相変わらずですか。え、いや、なんかちょいちょいお会いしてる感じがすごいして、なんかあんまり一応ジオぶりですね。はい、そうですね、僕ジオ4話しか出ないっていう予定だったんですけど、最初そう聞かされたんですけど、数えたら20話ぐらい出てて嘘やみたいな。いや、本当ですね。まあ、今回は声当てということで、はい、よろしくお願いします。井上と申します。パイロットで田崎監督見て、今回田崎監督なんだと思って。すいませんって何ですか。お願いします。でも僕結構一瞬ですよね。一瞬ですよ、あの鳥として声としては。そうですよね。聞いてるんだっけ。一応映像を見たんですけど、はい、ないんだけど、まあ、割とキーパーソンなので、はい、とそのかぐやっていうその人にとっては、まあ、ぜひご本人にやってほしいという。わかりました。無理よということで。いやいや、こちらこそ、はい、お待たせしました。はい、よろしくお願いします。じゃあ一度ちょっと映像を見ていただきますね。はい、一回映像流します。はい、はい、じゃあ手先いきます。よーい、はい。はい、はい、では待ちます。お願いします。よーい、はい。はい、そうですよね。あ、わかりました。はい、はい、もう一度いきます。本番、よーい、はい。なんて言いましょう。なんか、まあ、大丈夫かとかそんくらいしかね、あんまないんだけど。じゃあ大丈夫か。大丈夫か。まあ割とね、きらぼうな人なんだけど、そんな優しさあんまない感じだけど。はい。いや、なんか どうかなと、大丈夫かぐらいかなと思いますけど。わかりました。大丈夫か。はい、カット。はい、オッケー。
はい、以上です。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。取れ高ありました？あ、いや、もう完璧ですね、はい、あの、取れ高そちらもありました。大丈夫ですか？大丈夫です。ちゃんとあの BGM も、当時の BGM、あ、タラですか、それとも、デレレレですか？4曲ぐらいセレクトしてもらったので、まあ、選んでもらって、あ、タララなのか。めちゃめちゃ楽しみにしております。はい、はい、なんか最近海外イベントにたまによく行くんですけど、中国とかめちゃくちゃ人気ですね、仮面ライダー。台湾とかやばいっすね。あの CSM ってあるじゃないですか、あのおもちゃ、なんかみんな持ってるんですよ。サインしてくれみたいな、よく持ってんなと思って。でしかも日本よりも 1.5 倍ぐらい高いらしいんですよ。大人は顔みたいですよね。そう、びっくりしちゃって。でなんか質問コーナーとか、なんかファンイベントなんでやるんですけど、絶対最近ガチャード出ないんですかとか言ってさあみたいな、さあさあ、ずっとずっとさあしか答えられなくて。さあ、レジェンドってあのベルトの中身はディケイドライバーだ。ああ、そうなんですね。そう、なんか それがなんか誰がなんか調べたのか知ってる人が多くて、なんか金ピカのディケイド出るらしいじゃない。割ともう知られて知っているな。そう、なんで知ってんだろう。早いですよね、本当に。あ、すいません、なんか長々と居座ってしまって本当にありがとうございました。じゃあ、はい、失礼します。いや、こちらこそ。ね、これですね、ガチャね。はい、ということでですね、じゃあガチャード出るんですかという質問にお答えしましょう。多分この時はもう情報解禁してるんで、声だけ出ますね。これ当てた人多分いないと思いますね。みんな出るか出ないかどっちかだと思ったでしょ、うん、僕は出ない、声だけ出ます。以上です、ね、久々にちょっと東映の皆さんとお会いできて本当に良かったなというふうに思いますわ。3分の仕事最高。